ひね神社は、大阪府泉佐野市ひねのにある神社。泉国ひね軍の式内社で、泉国五宮。おたびが同志町だけの熊野街道沿いにある。創建の時期は明らかではないが、社殿によると、か山といわれびこの命による、統制の際、命が河内から大和に入る時に流すね彦と戦い、敗れた。その際に、野原が広がる当地まで退却した命はここで、 日地の神であるアマテラス・オーミカと根の神であるスサノオの命を祀ったところ、戦に勝ってヤマトを平定した。それによりこの地をヒネノと名付け、社名はヒネ神社とされたとする。霊気2年に制定された泉五社のうちに数えられており、演技式内社ヒネ軍十座のうちに列せられていることから、1200年以上前であると考えられる。 天武天皇2年には境内に隣接して、神宮寺の無限行院が建立されている。聖武天皇の御代、天平14年の大干ばつの際には500国を朝廷から賜っている。姫神社本殿天正年間に陛下によって消失し、天正13年には、橋場秀吉により、車両が没収されたが、慶長7年には、豊臣秀頼によって車殿が再建されている。 明治時代になると、神仏分離により隣接している、無変公園と分離し、1873年には、豪舎定則により、豪舎に指定され、1924年には、府舎に昇格した。本殿は1972年3月31日に、府定有形文化財に指定されている、大井関自然公園が隣接している、姫神社。ありがとうございます。